はい、こんにちは。写真を担当いたしました増田と申します。私も長年ですね、いろんなところでもって審査もやってるんですけども、この蕨地区っていうのは非常にレベル高いんですね。ですから、いわゆる個人審査に来ることがなんかこう楽しい、そんなことで今回伺ったわけなんですけども、点数が減ったっていう問題ですね。これ最近のですね、コロナのこの事情がありましてね、どこへ行ってもそうなんです。ですから、いわゆるこちらだけが減ったんじゃなくて、どこのいわゆるその支店に行ってもこのように減ってるんですね。ただ、減ったと言いながらも内容的にはとってもいいものが多かった。これはとってもいわゆる救いですね。良かったと思うんですね。この支店がですね、皆さんのいわゆるその年間の一つの発表の場ということで、皆さんがですね、1年間精魂込めて撮った写真をですね、このように展示して見ていただくということはとてもいいことだと思っておりますんでね、今回も楽しみにしてまいりましたんですけども、いい結果でよかったです。はい、これからの単評ですけども、感じたことをですね、申し上げていきますので、一つ時間の許す限り聞いてみてください。はい、久しぶりに見る素晴らしい作品です。大体この写真を見てですね、思うことは、写真のあらゆる条件、いわゆる基礎的な技術、そういうものが全てこの中に入ってるってことですね。遠近感、立体感、それから光の光線状態、光のいわゆる価値っていうのはですね、時間でもって変化するんですね。その時間選択もバッチリですね。こんないい場所をですね、いわゆるこれだけのまとめ方ができるっていうことは、かなりやってる方なんだろうと思うんですね。で、よくよく見てみますと、周辺を焼き込みましてね、それもってグラデーションちょっと難しくなっちゃうかな。階調の豊かな写真に仕上げてるってこと。で、もう一つはですね、これが暖色系なんですよ。これが冷調で仕上げたら、この感じっていうのはこれだけの価値を生まなかったのかな。そんな感じもするんです。これが暖色系でもっていわゆる仕上げてくれたことによって、この色調とこのいわゆる構成力、被写体の選択、撮影等のしっかりしたこういったものがですね、全てこの中に凝縮している素晴らしい作品に仕上がりましたね。見事です。はい、はい、とてもいい写真ですね。ここは公募展ですよね。で、市がやってる支店という大きな、こういわゆるその展覧会ですから、いわゆる撮った写真もですね、我々はやっぱりバラエティってことも考えてます。ですから創作あり、いわゆるスナップあり、ドキュメントあり、そういったような植物もあったりね、いろんなものが、いわゆる市民の皆さんが撮ったものが集まってくるわけですから、できる限りいわゆる変化のある撮り方をしていきたいということでもって撮ってる中で、これがですね、やはり写真のとっても大切なスナップショット、いわゆる隠し撮りのような格好でもって瞬間的な価値をですね、作るためにやる撮り方なんですけども、スナップショットとしてはとってもいいタイミングです。で、真ん中の人が主題になってるんだと思うんですよね。で、猛暑の街っていうことなんですけども、少しいわゆるその路面、いわゆる下の足元のところが白すぎるっていうのがあるんですよ。でも、これは猛暑っていうことを考えると、これを白くしたことがかえっていわゆるプラスになってるってことなんだよね。ですから、そういう意味でもって見ていくと、シャッターチャンスっていうのは素晴らしくいいものを、フレーミングの価値っていうものを、ここにいわゆるその作者能力でもってこれだけのものを切り取ったってことで、写真はね、見たものをどこを切り取るかってことなんですね。そういうことをやってるわけですから素晴らしい。例
ただ惜しいなと思うのは、これがなければトップ争いをしたんじゃないかなと思うんですけども、左の人物がちょっと右2人に対してですね、もう少し何らかの感情、表情、何でもいいから少し関連するような右の人物に、いわゆるふさわしい人物であったならば、素晴らしかったってことですね。だからスナップショットっていうのは三者三様つっても、いわゆる揃うってことは珍しいんで、それぞれの三者のいわゆるその特徴が写ってれば、これもってとてもいい写真なんですね。はい、今年の作品の中ではですね、とてもいい写真、上位の作品というのはかなりレベルの高いものが多いですね。この写真もとてもいい写真で、いわゆるその、この虫なんでしょうね。これが花びらを掴んでんですよね。ですからこういう瞬間をですね、捉えたっていうのは写真の一過性の価値で、一瞬の、いわゆるシャッター切った一瞬の一枚が凝結して静止画像として見たときに、その結果をいわゆるそのしげしげと見るわけなんですけども、その時にですね、惜しいなぁと思うのが一点だけあるんですよ。それはですね、いわゆる真ん中ちょっと上段にある白いあの線なんですね。この白いスペースがですね、鼻と下のあれをこう横切ってんですけども、これが 目に入りすぎる、目立ちすぎるんですね。ですからこれがもし弱かったら、これはいわゆる鼻といい、いわゆる下のいわゆる被写体といい、こんないいタイミングで撮れたってことは、もう本当にですね、上位作品といって誇れる写真になったろうと思うんですね。はいはい、上位の写真がですね、とても完成度の高いもの、またスナップショットのいわゆる絶妙な価値のある写真が並んできてます。で、3番目に撮ったのがですね、この写真なんですけども、作者感性っていうのがとても感じられる写真です。で、手前にですね、ガラスですかね、ここに水滴がこう溜まってるっていうのを前景として撮ってるんですけども、そこの水滴にピントを合わせてるんですね。で、これ2通り撮り方がありましてね、水滴の方をぼかして背景の方を出してくる撮り方と、水滴をいわゆる前面でもってシャープにしといて、バックのものをいわゆるぼかしている、こういったような撮り方なんで、この場合には後者ですね。で、この牛久の大仏といういわゆる大きないわゆるあのものをですね、画面の中に入れて、このように収めて、それで一体感の中に自分と作品のいわゆるその意図ですね、どういうものを撮りたかったかっていうことをここまで絞っていわゆる取り上げることができた作者っていうのは、すごくいい感性だと思います。はい、とてもいわゆる上位3点というのはですね、いい写真ですね。はい、白を基調にしましてね、でまとめ方が非常にシンプルで、ハイアングルからこう撮ってるんですね。でとても赤がよく効いていて、いわゆる一石のですね、いわゆる印象っていうのがとてもいいですね。で、アングルの価値っていうのは写真のですね、基礎的な中でアングル、ポジション、デスタンス、こういうものをですね、使い分けて撮っていくのが写真の一つの撮り方ですね。で、この静止物と同時にですね、右の人物がですね、あの空間にしっかりと入れたっていうのはシャッターチャンスだったんですね。ですからこういうようなものを撮るときに、このようにですね、神経を使って自分の意図するものを作り上げていくっていうのはとても肝心なことなんですね。で、このアングルといわゆるシャッターチャンスと、こういうことを考えてみると、写真の世界、写真で表す世界だったかな、そんな感じがします。とてもいい写真です。はい、とても可愛い写真ですね。写真そのものは綺麗です。で、
この取り合わせがですね、いわゆるフレーミングってことなんですけども、切り方がとてもいいんですね。エスカレーターの黄色い線、それから子供さんの眺めてるカウンター、これが無っていう一つのとてもいい、いわゆるその謝罪を求めてきたなって感じですね。で、あそこにいわゆる大人と子供っていう形でもって、二人の人物がいるんですけども、全く関係、関連性がないように見えるんですよ。ここがね、いわゆる子供心っていうのをいわゆる表すためには良かったかな。そんな感じがするんですね。で、エスカレーターに乗ってんだけど、我関数字でもなんか関心のあるものに、ふっといわゆるその関心のいったところ、いわゆるシャッターを切った作者っていうのは、すごくいい感性だな、そんな感じがしますね。とてもスナップとしては軽いスナップなんですけども、見応えのある写真です。はい。これも撮影位置、アングルの勝利ですね。で、上から撮ってんですけども、この鉱石がですね、このように素晴らしいいい形でもって捉えたこと、それから水の色の調子、こういうものと相まってですね、素晴らしく構成的にもしっかりした写真に仕上がったということ。それからもう一つはですね、この船と、いわゆるその人物が写ってるんですけども、この絶妙なこの関係がですね、これが良かったろっていうことですね。で、惜しいなと思うところは人物がもう少し目立って撮れていたら、これはもう素晴らしい傑作になったろうってことですね。はい。でも仕上げも綺麗だし、これだけの技術をお持ちになっているってことは相当やってる方だと思いますね。はい。はい。いい瞬間を撮ってますね。これ一年に何回かこういったような素晴らしい雲が発生してくるという。こういうものをですね、こう撮るっていうのは写真の場合には、いわゆる記録映像って見られるんですね。ところが、いわゆる毎日のように出てるものは記録性っていうのは少ないんですよ。ところが、たまたまこれだけの素晴らしい写真で撮った時のフォトジェニック、写真的に価値のある映像、こういうものが撮れる、こういうものはですね、発生したら誰でもが撮っておきたい写真なんですね。で、写真の場合には記録性と表現性の二つのいわゆるその表し方があるんですけども、記録映像っていうのはとても大切な映像です。ですから、見たこともないようなものがあったら必ず撮っておく。これが一つのカメラマンのいわゆる心得みたいなものなんですね。で、この雲をですね、このように切り取ったっていうことが、今度は映像の価値としてはどうだったんだろうか。とてもいい切り取り方をしてるんですよ。ただ焼きが少し甘いんですね。ですからもう少し濃度を上げて黒くしながら光ってる部分、いわゆるこれはもう有形に近いような写真になってると思いますから、もう少し濃度を上げて焼いてみてください。とても力のある、いわゆる一生に何回かしか遭遇しない珍しい、いわゆる自分の価値ある記録が残せたということなんですね。ここは美術展ですから、記録写真でも何でもそうですね。私の撮った映像ということがしっかりと現れていれば、いわゆる評価したいと思うんですね。はい、いい写真です。はい、綺麗な写真です。で、綺麗にまとめている傘のいわゆる扱い方っていうのが非常に遠近感があっていいんですね。ただ下の人物もそれにふさわしい人物として入れたこと、やはり傘が差している人物ですから、このタイミングは非常にいい、いわゆるシャッターチャンスだったってことですね。で、もう色彩的には言うことはないんです。ですけども、この傘の上の傘がですね、少し単調ですね。平面なんですよ。この平面な傘をですね、少し濃度的に変化をつけながら、いわゆるその作ったらもっと上位に行った写真だったろうと思います。はい。
写真の撮り方というのはとっても心得た方のようですね。で、いわゆる画面の中にフレーミングってことなんですけども、まとめ方としてはとてもきれいにまとまってるんですけども、雨上がりっていうタイトルの中でこのようにまとめてしまうと、雨上がりじゃなくてこれ自転車の映り込み、影のような感じになっちゃうんだよね。ですからこれらにギャップがあるということ。それからもう一つはですね、雨上がりだったらこの路面の価値、それをもう少し広く入れて自転車をもっと入れていいと思うんですね。で、この路面をいわゆるその主題にして、あのフレーミングしていくと主題がはっきりと分かってくる、作者意図がいわゆる見て側に伝わってくる、こういう写真になってくると思いますんで、切りすぎですね、これではね。はい、はい、写真をよく知ってる人の作品ですね。モノクロに変換して作っているんですけども、モノクロの調子としてもとてもいい調子、で、いわゆるこれ撮られているアングルポジション、そういったようなものもですね、このいわゆるその撮られた映像に対してしっかりといわゆる自分の構成をしてるってことですね。で、特にいいのはですね、階段のところに入ってきている影の取り入れ方がですね、とってもいわゆるのフォトジェニック、写真的ないわゆる価値のある取り入れ方をしてるんですね。これはとってもいいと思います。ただ一つこれも欠点がありましてね、人物にもう少し何らかのいわゆるその正規なり活気なり、そういったようなものでもって見るべき何かを人物にもう少しシャッターチャンスとして決め込むことができれば、これはとてもいい写真になったろうってことですね。惜しい写真です。はい、とても丹念に撮った写真なんですけども、写真の撮るときの条件っていうのがありますね。被写体を見つける。その被写体が、いわゆるそのシャッターを切ったときに価値のある結果を残せるかどうか。それが一つのポイントになってくると思うんですね。この場合にですね、人物、また手前の影、これが逆光のためにいわゆる少し黒く落ちすぎてるんですよ。こういう時にはですね、少し明るめに焼いてみてください。そうするともっともっと見て側に何かが伝わるような写真になってくると思いますね。で、写真の場合にはですね、シャッターチャンスの中に時間表現というのがあるんですね。時間によってこのいわゆる見たいわゆる被写体の様子が変わるんですね。ですから太陽が移動するっていうことも時間表現なんですけども、移動した時にもう少し中が明るく見える時間があったんじゃないかな、そんなことも考えられますので、もう少し明るめに表現してみてください。はい、とてもいいシャッターチャンスです。シャッターチャンスっていうのはですね、いわゆる動いているものを我々はいわゆる動画的なものの中からですね、静止画を作ってんですよ。ですからシャッターを切った時の一枚っていうのは止まってしまうわけですね。その止まった時にどれだけの価値をいわゆるその中から見ることができるかってことが我々はいわゆる審査の対象にしてるんですね。で、これだけのいい瞬間とこれだけのいいシャッターチャンスが使える人であれば、背景、バックのですね、背景の処理ももう少し考えてもよかったんじゃないかなって思えるんです。ですから、子供さんがちょうどいわゆる飛び上がった後ろはですね、いわゆる緑、緑印ですね。こういった中に入ると、同系色、同じような色の調子のものが重なると、どうしてもそれが浮いてこない、見えてこない。こういう欠点が出てくるんですね。それだけが惜しかったなという写真ですね。はい。ハイアングル、いわゆる高いところから下を見て撮ってる写真ですよね。こういうようなアングルを使うってことはですね、どちらかっていうと記録写真によく使われるアングルなんですね。ですから、どうしても平面的、平らにこう見えちゃうんですよ。
ですからここでもっていう生徒さんがですね、壁をうまくこう出してますんで、これを強調して撮る撮り方があったような気がします。でこういうふうにいわゆる撮った時っていうのはですね、もう少しメリハリのあるしっかりしたいわゆるコントラストをつけていいと思うんですね。そうするともっともっとこの影と人物といわゆる一体になって、何かもう一つの面がこう想像できるような写真になってくると思います。で少し眠いんですね。ですからもう少しメリハリをつけた映像でいわゆる焼き上げていただきたいということです。でアップして撮ってくるときだとこのぐらいの調子でも結構見られるんですね。ところがロング後ろに引いて撮った写真というのは、いわゆる色同士が飽和状態になっちゃうんですよ。混じっちゃうんですね。だからどうしても分離が悪く見えてしまう。これらのいわゆる処理の仕方だろうと思いますね。はい、撮影技術、要するに写真の表現技術というものはですね、もう 100% この人は身につけているんじゃないかな、そんな感じがします。光の使い方が とってもいいですね。それから撮影のやった結果なんですけども、いわゆる欠点は見当たりませんね。ただなんですよ、この場合になぜっていうところに一つの疑問があります。真ん中のいわゆる線なんです。これが二分してるんですよ。ちょうど真ん中で割っちゃったんですね。これがもし写真はもしっていうことはないんですよ。ですからこれはもし何かあったらいわゆるその取り消しといて結構です。真ん中のこの3がですね、こんなに強く出てると、いわゆるせっかくのこの情景がですねマイナスになってしまう。惜しい写真なんですよこれ。とても光の下のいわゆる光の扱い方、上の紅葉のいわゆる、まあ末期の症状がですね、とてもうまく光の演出によって効果的に使われてるんですね。とてもいい写真だったんだけど、真ん中が惜しいなってことですね。はい、綺麗な花をですね、どのようにあしらって撮るか、どういうふうに撮ったならば価値ある映像になるか、こういうことを考えたときに、スペースの配分、いわゆるフレーミングの問題なんですけども、これはよく考えて撮った写真ですね。ただ、いわゆる主題になる花がですね、正面を向きすぎてるかな。あまりにも正面に撮ってください的なものでもって撮ったものっていうのは、当たり前っていうことが一つありますので、そこで作者はですね、ソフトにしましたよね。このソフトにしたことによって、いわゆるその映像の価値を高めようとしている。そこに少し無理があったんじゃないかなって気がするんですね。もう少しいわゆるアップをしながら、このソフト効果をですね、適切にいわゆる使い分けていくと、もっともっといわゆるその立体的ないい写真ができたような気がします。とてもいい場面、いわゆるそのいいところを見つけたねっていうことは言えますね。でこのいわゆる時間表現とも言えるような、このとても写真の撮るには好都合な被写体であったんですけども、そこに2人の人物がですね、中心部で全部まとまっちゃったんですよ。だから中心に全部集めたことによって周りが行けなくなる。はい。ですからこの人物のいいタイミング、いわゆるシャッターチャンス、でタイミングでもってこの人物を収めていれば、もっと手前っていうことですかね。それもって煙やなんかがこう出てるところを入れて、いわゆるその観光客であろう、こういう人物のですね、ここにいる、いわゆる時間の価値、そういうものが、いわゆる見て取れれば、とてもいい写真になったんだろうと思いますね。はい、とても綺麗な写真ですね。で、これだけしっかりと、いわゆる綺麗に撮れる腕を持っている方っていうことですね。いわゆる手前の桜の枝、
それから桜の枝の中にですね、船があるんですね。これもとてもいいタイミングでもって待ってて、しっかりとアングルポジションを自分で決めて、その価値をですね、しっかりとここに植え付けたっていう、とてもいい写真なんです。じゃあなぜ上位に行かないかってことなんですよ。これはですね、美術展だからってことよりも、もう少し遠近感を考えてもらいたいんです。で、引いて撮る、引いて撮るってのは、後ろから撮るってことなのね。後ろから撮ると、湖面の中に桜の枝をうまく入れてはいるんですけども、いわゆる全部がですね、平面だって、撮れてしまうっていうこと。もう少しこれが立体的に撮れていて、この枝が手前の、いわゆるその、撮影者の、側の方ですね。本にしっかりとこの形で持って植え付けられて富士山をあしらったんであれば、とてもいい写真になったろうということですね。はい。はい、これも綺麗ないい写真です。ただど真ん中にいわゆる顔が来てるんですね。この構成っていうのは、この女性にいわゆる次第を求めているんであれば、これでいいと思うんです。しかしタイトルはですね、向き合うカップルなんですよ。向き合うカップルにしては右の男性の方が少し不利かな、そんな感じがしちゃったんだよね。ですからもう少しこの関係をですね、しっかりと画面の中でもって歌ってくださいっていうのがある。それが歌いきれなかった、綺麗ないい写真なんですけども、真ん中の女性の方は素晴らしく綺麗に撮れているんですけども、タイトルと合わせて考えた時にはどうしても納得がいかない。そんな感じがしたんだよね。とても綺麗な写真です。はい。素晴らしいところを撮っているんですが、こういう全景っていう全体が入った風景、こういうものを撮るときにですね、レンズの長いレンズで引いて撮ると、引いて後ろへ下がって撮るってことですね。と、いわゆるこういうふうにくっついちゃうんです。だから、もう少しいわゆるこの寄れればいいんですけども、前は水ですよね。寄れませんよね。だ、どういうふうに撮るかって。ここでもって、いわゆるその写真のですね、アングルだとか、いわゆるポジションだとかデスタンスだとか、そういったようなものが出てくるんですね。で、それをですね、綺麗ないい場面だからっていうんで、レンズの中に全て収めようとすると、どうしても平凡に映ってしまうんです。それが写真なんですよ。ですから、いわゆるレンズの使い方をもう少し考えると、雲ももっと出したい、いわゆる下ももっといわゆる力強く撮りたい、水面ももっときれいにしたい、いろいろあると思うんです。そういうものが欲張らないでもって、もう少しいわゆる自分の求めるものを端的にですね、表現していくっていう考え方の方がいいんじゃないかなと思いますね。はい、しっかりとよく撮ってます。こういうふうな写真をですね、前の2点もそうなんですけども、撮ってる対象がみんな違いますよね。これだけ変化に富んでる、バラエティに富んだ、いわゆるその被写体をですね、いわゆる提示できるっていうのは、この、いわゆる蕨支店の一つの特徴でもありますね。で、これはどちらかっていうとテーブルフォト。ですから、室内でもって自分で演出しながら作れる写真ですよね。そうすると、いろんな撮り方がこの場合には出てきます。で、このライティングを見ますと、ちょうど、いわゆる正面から、斜め右上から、正面からこう、ライトが上の方から照らしてるんですね。影を見るとそれがよくわかります。で、こういう風なライティングっていうのは、綺麗によく見せるためのライティングなんで、これをもっともっとこの、いわゆる情景にふさわしいライティングにするためには、もっとトップライト的、後ろから来る、レンブラントライティングっていうんですけども、そういったようなですね、反逆光のような、いわゆる光を使っていった方が、もっとドラマチックな写真になってくるんですね。ですから、その辺の、
きれいにおとなしくしっかりと撮るってことばっかりじゃなくて、もっと強い写真も一つここ心がけていただければと思いますね。はい、これも私はですね、素晴らしい写真というふうに見ていた一枚なんですよ。というのはさりげなく撮ってるんです。で、気張ってこう撮ろうという意識はあんまりないんですけども、いわゆるそのスナップショットの醍醐味っていうのはこの辺にあるんですね。ですから本人はですね、どういう意図を持って撮ったか大体見当はつくんですけども、少し曲がって撮ってるんです。で、こういう中にですね、ゆとりもあるし、シャッター切った時のそれぞれの表情にもとてもいい瞬間が映ってるんですね。で、こういうふうに気張らないで撮った写真の数っていうのが、写真の動きの中から1枚だけを抽出して見た時の価値が出るのは、こういう写真なんじゃないかなと私は常日頃思ってます。とてもいい写真だと思います。全体の3枚の情景がですね、いわゆるタイトルでもってよく理解できます。ただ写真そのものがですね、3枚とも少し平凡なんですよ。ですからこのタイトルにあるようなものをもっともっと強調していわゆる出していっていいと思うんですね。それから組写真の場合には、一つの意図するもの、意図っていうのは自分がこういうふうな表現をしたいんだっていう、それをはっきりと持っていった方がいいですね。それを持ってないとどうしても、いわゆる説明的に3枚を使ったっていうふうに見られてしまうんですね。その点がこの写真を弱くしたんだろうと思います。ですから、意図的なものそのものをですね、しっかりと一枚一枚が、いわゆるその相乗効果の起こすような形でもって使われていくと、3枚が一つの主題をですね、表していく、表現していく、そのために3枚使いましたという、そういったようなはっきりした、いわゆる撮影意図が、わかるわけですね。ですから、少し弱いかなっていうところが難点です。はい。はい、写真のまとまりの結果なんですけども、それはとてもうまくまとまっていると思うんですね。ただシャッターチャンスっていうのがありましてね、この人物のどういう瞬間の中にそれが価値ある映像になって見ることができるか、それをですね、もっとしっかりと見ていいんじゃないかな、そんな感じがします。で、どちらかというと子供さんの表情がいわゆるおとなしいというか乏しいんですね。もう少し表情の中に何かこういわゆる子供特有の活気なり、またいわゆるなんかこういうことをやってる喜び、そういったものが出てくるとよかったと思うんです。ただいわゆるここで写ってる人物のまとまりだけでもっていわゆる作っちゃった写真のように見えましたね。はい、とてもいい写真です。私のどっちかというと好きな写真ですね。で、これがですね、人物がシルエット、いわゆる影のように真っ黒になってる、これのフォルム感がとってもいいんですよ。で、どうしてこれが賞に入んなかったかというと、あまりにも周辺から見て窮屈なんです。もう少し余裕があって、このフォルム感をしっかりと出してくれたら、私は撮りたかった写真なんだよね。で、真ん中の2人っていうのはもう秀逸ですよね。それから右の2人もですね、それぞれの自分の世界をしっかりと掴んでるんですよ。ですから、いわゆる写真っていうのは、正面から表情、感情、そういうものが出てるからいい写真、出ないからダメな写真、そうじゃなくて、後ろから見たこのシルエットの、いわゆるそのフォルム感だけでもですね、ね、想像性っていうのがすごくこう湧いてくるんですね。写真は言葉や文字と違って記号論では言い切れないものがあるんですね。映像ですから、いわゆる見た時にそれぞれの人が自分のいわゆる持っている能力において、いわゆる想像しながらそれを
見ていくんでもって見方っていうのは異なる条件が生まれるんですね。とてもいい写真だと思いますけど、少し周りが窮屈かな、押し込みすぎちゃったって感じですね。余裕があったらいただきたい写真です。はい、とてもいい写真です。素晴らしくいいシャッターチャンス。それから花の近くに行くと、アパリングなんかやってる鳥やなんか、そういうものを撮りやすくなってくるってことは確かですね。で、この写真はですね、これだけアップ、いわゆる近寄って大きく撮る、こういうことをやりながらしっかりと撮ってるんですよ。これ、いわゆる蜂の目にピント合ってるんだよね。で、これだけのいわゆる撮影技術、能力のある作者ですから、当然自信作だと思うんです。で、これもしなんですけども、勝負あと1、2点取っていいって言うんだったら、遅く入ったろう。ところがもう1点の、いわゆるその、この鳥の、いわゆる写真があったんですね。こちらはとてもいわゆるのユニークな撮り方をしてるんですよ。こちらですと、どっちかというと、常識的な撮り方。でも、完成度は非常に高い。こういうことは言えると思うんですね。惜しい写真です。これは私もいい写真ということでもって注目していた一枚です。はい。はい、綺麗によく撮ってます。手前の花ですね。これの方にピントがいってましてね。少し人物の方が甘くなってっかな。そんな感じがするんです。手前のこの花がいいですね。で、顔と鼻のこの距離がここにあるわけですね。この距離が顔の方に少し甘いんです。ですから、せっかくのこれだけのシャッターチャンスでありながらですね、いわゆるその点がマイナスだったのかな。そんな感じがします。それともう一つ、色がですね、同系色系なんですよ。全くの同系色っていうことではないんですけども、似てるんですね。そのために、いわゆる主題が引き立たないんですよ。もう少し主題に対してですね、周りの色を考慮していただくと、もっともっといい写真になったと思います。それから、笑顔っていうタイトルがついてます。この笑顔がですね、いわゆる作者が笑顔であって、見手側が笑顔と見なかったら、これはやっぱり失敗かもしれませんね。ですから、こういうものは何枚も何枚も撮って、その中から、いわゆるこのタイトルにふさわしい一枚を、いわゆる選んでみていただきたいということですね。とてもいい場面を見つけましたね。これをですね、私が撮る映像として価値があるもんだって言って、ここで、いわゆる、これ切り取ったことはもう大賛成ですね。とてもいい感覚です。ただ、中心のところに人物、リアカーかなんかみたいな何かを引いてくるようなものがいるんですよ。これが壁にくっついてるんですよ。これはですね、タイミング的にいわゆるこのシャッターチャンスではなかったんじゃないかな。そんな感じがします。ただ、佇まい、周辺の黒の扱い方、それからハイライトの白のいわゆる使い方、こういうことを見ているととても写真的、フォトジェニックないわゆる映像ですね。で、人物だけが惜しかったかな、そんな感じがします。はい、白い花というタイトルですね。白いっていうこの白さなんですけれども、この結果としては少し白いよりもトーンがいわゆる少しかぶり気味ですね。ですからもう少し白のクリアさっていうのはもう少しはっきりとね見せていく方向で撮ってもいいんじゃないかなってことですね。それからこういうような花を撮るときにバックを黒いっていうのはとてもいい結果を出すんですけども、左の方に白くちょっと花びらが見えますよね。それから、いわゆる枝が、いわゆる斜め上から
何かこう花を刺してしまったように見えてくるっていう、こういう入れ方っていうのがもう少し工夫なすって花を取っていくと、ライティング、いわゆる光の関係っていうのはとってもいいんです。ですからもう少し白をクリアに仕上げられるようにしてみてください。はい、あの構成力っていうのはとてもありますね。左右のいわゆるその直線、縦の線ですね、これもしっかりといわゆるその実技によく修正してあります。ですからこのようにですね、構成力のある方なんですけども、どうしても子供ってマイナス面が見えちゃうんですね。それは何かというと人物のタイミングなんですよ。人物をこの中に取り入れないと、単に建造物、いわゆるその動きのあるものと静止物と二通りあるわけですね。で、固定物と言われているのは止まってますから誰でもが取れちゃう。ところが人物がそこに入った時には全く違う意図がそこに感じられるわけですよ。と、人物のタイミングっていうのがこういう時の最優先なんですよ。で、この周辺の形っていうのはもう逃げませんので、どっかにいわゆる変化していくっていう状況はありませんので、人物のタイミングだけを考えながらいわゆるここで作画していくという、そういう姿勢があると、真ん中にあの柱のところに2人がへばりついてるっていうのはあんまりいいタイミングとは言えないみたいですね。はい、人物の扱い方だったと思います。はい、高久さんのこの写真はなかなかいわゆるそのしっかりした写真の目を持った作家なのかな、そんな感じがします。で、この時はですね、ポイントになっている人物が写ってるんですけども、アトピンですね。で、よくよく見てみますと、いわゆる人物の方はかなりシャープに撮れているんですけども、手前の階段がですね、少し浮いてるんですよ。で、この場合に大胆にこれだけいわゆるその構成力を、いわゆるその巧みな構成力ってことは言えると思うんだよね。これだけの構成をできる人であれば、手前のこの階段をシャープに撮ることです。そのシャープに撮ることによって、いわゆるバックの人物をですね、シャッターチャンスの今度は素晴らしいいい瞬間ですね、それをいわゆるここにくっつけることができたら、これはバックの扱い方っていうのは申し分ないんで、とてもいい写真になったろうと思うんですね。惜しい写真ですね、これは。猫をうまく撮ってるってことは確かに言えます。うまく撮ってる写真と、よくいわゆるその表現された写真との違いっていうのはどこにあるかっていうと、被写体の特徴、または自分でいわゆるその狙った意図、どういういわゆるところを撮りたいかっていうことがはっきり出た映像、そういうものが価値があるんですね。これですとやっぱり猫のポートレート、いわゆる猫の、いわゆる人間というと肖像写真のようにこう撮っちゃったんですね。とっても綺麗によく撮れてますから、うち大切にあの保管しておくにはいい写真ですね。はい、もっと猫の特徴的なところを狙ってみたいなっていう写真です。はい、とても素晴らしいいい光が入ってますよね。これだけのいわゆるその被写体に遭遇した時にはもう撮り手がワクワクしてね、なんかこういわゆるその撮り方を忘れてしまうんじゃないか、そんなことがよくあるんですけども、あの素晴らしくいいフレーミング、いわゆる構図ですね、まとめ方、これもとってもいいと思うんです。ただ欲しいなと思うのが一つあるんですね。この中で焼きが甘いんですよ。焼きが甘いというのはですね、もっと濃度を上げていわゆる表現してみてくださいってこと。これをもう少しで、ね、いわゆるバックやなんかのシャドウ、わかりますかね、シャドウっていう黒い部分が締まってくると、この光がよりいわゆる鮮やかに見えます。そういうようなことをやりながら、いわゆる最終的に追い込んでいくことによって素晴らしい写真になりますんでね、いわゆるもう一度挑戦してみてください。焼きのプリントの問題です。はい。
綺麗な写真ですね。こういうものを見ると本当にいわゆる写真もなかなかいいもんだな、そんなふうな感じになります。ただですね、ここはやはり美術展なんですね。美術家たちが撮ってるのはこの表現なんですよ。ですからそういうことを考えたときに、ご自分のいわゆる好きな写真、うちに飾っとく写真としては申し分ないんですけども、いわゆるこの中でもって、この綺麗に撮るっていうのは、順光、わかりますかね。いわゆる半逆光、逆光、トップライト、いろんな来店がありますけども、順光的に撮ってきたときは、綺麗になるんです。綺麗にするとどうしても記録性能が強くなる。だからこれをいわゆる自分の意図する作品にしていくってことを考えていくと、この綺麗な写真これだけうまく撮ってあってもですね、この美術展の中ではやはり上位には行きにくくなってしまいますので、その点を一つ考えてみてください。はい、とても上手に撮った写真ですね。建前でもっていわゆる撮ってる写真というのは少ないんですけれども、この写真はですね、とても綺麗によくまとめてます。ただいわゆる色彩の価値って言いますかね、これがいわゆるすごく目につくんですよ。だから身の扱い方もとってもいいんです。ただいわゆるそのフレーミングをするときに、あまりにもいわゆるそのいろんなものを押し込めてまとめてしまったって感じがするんです。もう少し端的にいわゆる窓に映ってるいわゆる建物の方と、いわゆる紅葉のいわゆる綺麗なところがですね、もっと強調されるように撮っていくと、単にいわゆるその記録的に撮ったんじゃなくて、もっと自分の主観的なその面をですね、出せたんじゃないかな、そんな感じがするんですね。ただまとめ方、いわゆる撮り方っていうのはとても上手ですから、記録性の方が強くなってしまった、そんな感じですね。はい、素晴らしい写真です。背景調に仕上がって、背景調っていうのは白の調子ですね。背景調に仕上げた写真で、これだけ整っている写真っていうのも、いわゆるその珍しい。で、この写真がですね、どういう条件の中で撮られたかっていうことがちょっと気になったんです。しかし、いわゆる結果としてはですね、完成度も非常に高く、背景調でもって、いわゆるその瞬間的な価値をですね、しっかりといわゆる取り上げている点はさすがだと思いますね。はい。とてもいい写真ですね。これタイミングのいい写真なんです。この場合には。で、前のいわゆるその他といういわゆるその後ろ姿の写真があったんですけども、これはとても素直に撮ってるんです。ところが今度はこっちが意識して撮ってるんですよ。作者がこういうふうに撮りたいって撮った写真なんですね。で、どうしてそれがわかるかというと、影の入れ方なんです。影をあれだけ意識して画面の中にしっかりといわゆるその構成して使ったってことはですね、そういうことが分かってて撮ってるんですね。ですからこの日差しと影とそういうものを考えたときに、タイミングの非常にいい、いわゆるこの中では上位に行く写真ですね。ただ一つ惜しむなくはですね、上のご夫婦みたいな人物がいるんですよ。そこがちょうど日陰になってるんですね。日陰になっているんだけど、本当は肉眼で見た時にはあれがしっかりと見えてたはずなんです。ですからこれ焼く時にシャドウって言って黒いところ、これをですね少しいわゆるバックの人物がいるっていう存在感だけでもいいから入れといていただいたら、これも上位に行く写真ですね。はい、大胆に太陽を入れた写真ですよね。こういう写真っていうのはですね、魅力ありますね。しかし太陽がこれだけ直接的にレンズの中に入ってきますとね、どうしてもフレアが出ます。そのフレアの処理っていうのをどういうふうになすったか、この辺のところがですね、少し曖昧なんですよ。
もう少し太陽のいわゆる光本が出てますでしょ。この辺のところをもう少しクリアに焼き込むんです。そうすると、もっともっといわゆるその上管の出た、いわゆるその光のとってもいい、右のいわゆる格子戸みたいな戸がありますよね。ああいうふうな調子でもって、いわゆる正面の光の中でもって、ある程度、いわゆるそのメリハリのある、再現力のある写真にしていただくと、とてもいい写真になったと思うんです。太陽が入った写真というのはとても難しいってことですね。はい。はい、とても写真の撮りたくなるようないい場面ですね。しかしコントラストが強すぎるんですよ。空をこれだけ入れますと、どうしても他のいわゆる鯉のぼりやなんかもシルエットになってしまうということ。ところが半分からいわゆる人物の頭のところにある鯉のぼりっていうのはとっても綺麗に見えますよね。ところが空の方にある鯉のぼりは全部黒く見えるっていうのは逆光のせいなんです。ですからこういうことを考えますと、もう少しコントラストを落としましてね、で下の人物をしっかりともっと出すように焼いていくと、もっともっと見られる写真になっていったんではないかな、そんなふうに思います。はい。はい、ハイコントラストな写真です。太陽がですね、いわゆるその明るすぎる、これが一つですね。それから下の人物と階段がですね、少し落ちすぎ、暗すぎるっていう、いわゆるコントラストが非常に高い写真ですよね。これをいわゆる正常の発色でもっていわゆる写真を作ろうとすると無理があるということはですね、太陽の方をもう少しフレアが出てもいいから、いわゆる下のシルエットの部分をですね、柔らかく焼いていくと、とても気持ちのいい写真になってくると思います。なかなかいい写真ですね。素晴らしい瞬間を撮ってます。猫のタイミングっていうのはもうグッタイミングですね。これ以上抜き足差し足って言った、そういった猫のですね、何かを狙ってる瞬間の表情っていうか、それがとてもいいですね。で、場所もいいし、撮り方もいいし、全てよしなんですけども、これだけいい場面を撮った時に、下の花の方を少し無視してんのかなっていう感じがするんですよ。下の花の方ももう少し焼き込んで、周りを少し落としながら、猫を少し強調して見せるように撮ってったら、これはもっともっと上位に行くいい写真ですね。とてもいいものを狙ったと思います。はい、とても綺麗に丹念に撮った作品です。ただ空の部分が、空ですね、上の方のハイライトの白いところ、もう少し焼き込んでもいいですね。で、下の方は申し分ないいい明調子で撮られています。これ今回のいわゆるそのトップになった写真と同じような場所で撮られていると思うんですけども、こちらの場合はですね、どちらかっていうと、いわゆる記録性の方が強いんですよ。ですから、こういう美術展なんかの場合には、どちらかっていうと、この表現にしていただきたい。というのが一つあるんですね。これだけ綺麗に素晴らしく撮ってみても、記録性の方が強いんです。だから私の表現という形のものにもう少し絞ってお撮りになると、これだけの腕がある方なんですからね、すごい写真ができると思います。はい、とてもいい瞬間ですね。こういうところにいわゆる街の中でもって拾ってくるスナップショットの価値があると思います。で、惜しいなぁと思うのがですね、右足の下の足が切れてるんですよ。これ、右足一本で立ったってことをこう考えてみると、上のこのいわゆるボリュームをですね、右足一本で立った時の瞬間の価値を考えてみてください。とってもいい瞬間だったんです。だから、
シャッターを切るにはこういうところを見つけて切るのがいわゆるシャッターチャンス、いわゆるそれの価値なんだね。で、雨の降り方もいいし、いわゆるフォルム感もいいし、で、右足一本でもってこれが立っていたのがしっかりと映っていれば、これはもうサイズが小さくて残念なんですけども、大きくしたら賞をあげてもいいくらいです。はい。はい、可愛い瞬間をよく撮りました。親子のですね、いわゆる猿の顔ってのは赤いですよね。この毛の中にですね、いわゆる赤がこういうふうにうまく扱ったっていうことがとってもいいですね。それから親猿の手がですね、ちょっと切れてるんですけども、これ惜しいですね。この手がとてもいいんですよ。こういうものをですね、いわゆる気をつけて撮ってきたってことは、かなり写真を撮ってんじゃないかなと思いますね。それから、親子のいわゆるその触れ合いのようなこの瞬間をですね、しっかりといわゆる映像化して見せてくれたっていうのは、とてもいい写真だと思います。はい、奥只見、只見線ですよね。ここでもって我々もよく撮りに行ったところなんですけども、ここでもって列車を撮るっていうのはもう本当にマニアがいっぱいいましてね、カメラマンでもって埋まってしまうっていうのはそういう場所なんです。タイミングよく電車を捕まえてもトンネルから出てきたところなんですね。で、いわゆる秋の真っ盛り、紅葉のいわゆる素晴らしい時に撮ってるんです。ただですね、ここまでハイコントラストにすると、いわゆる少しギスギスして、色がですね、柔らかい素晴らしい感じっていうのがなくなってしまうんだよね。で、あまりにもハイコントラストにしているために、色だけが目立ってしまうという、そういったような傾向がありますので、下のいわゆるその山本さんがお撮りになったもう一点の方はいわゆるその部分的に光が当たってますんで、これは撮り方としてあると思うんです。ところがこっちの場合ですと、かなりのいわゆる広範囲にハイライトが散ってますから、そのハイライトの部分をこれだけ強調してしまうと、せっかくのこの素晴らしい光景がですね、いわゆるその見づらくなってしまう、そういう傾向が出てきたと思うんですね。色をもう少し抑えて撮っていった方がいい写真になるかな。そんな感じですね。はい、とても綺麗な写真ですね。それからしっかりとものを見て撮ってる。これはとてもいいですね。これだけのいわゆる大きなですね、素晴らしいいわゆる景観の中でこの部分だけをですね、いわゆるその狙っていったっていうのはとてもいい目だと思います。で、最近の写真傾向はですね、どちらかっていうとハイコントラストのいわゆる時代になってるんですね。これもデジタル写真がいわゆる普及してきて、こういったようなハイコントラストの写真が増えてきたっていうのは確かなんですけども、それにしてもちょっと電車の方のいわゆるそのトーンがですね、飛びすぎてる。もう少し焼き込んでもよかったんじゃないかなっていう、そういう感じがするんです。ただ、その右側のですね、いわゆる紅葉のハイライト部分、光の当たった部分、これは素晴らしくいい撮影だと思います。はい。はい。大胆に挑戦していただいた写真ですね。この銅管、動いてる感じっていうことはね、この銅管をですね、出して、いわゆる撮ったんですけども、少し窮屈かなっていうのがあるんですよ。というのは、右側のラインがですね、縦のラインが背中のところで、いわゆるその空間がわずかしかありませんよね。そうするとどうしても、いわゆる人物のブレの浮き、いわゆる浮き上がってくるようなブレの感じっていうのが、いわゆるマイナスになるんですね。ですから、これだけのいわゆる銅管をですね、撮ろうとしたこの作者っていうのはかなりやっているんだろうと思うんですね。ですからもうちょっと引いて、もうちょっと広角系でもって撮っていったら、もっともっと素晴らしい一瞬が、ここに凝結したんじゃないかなと思います。はい、素晴らしい写真です。
パッと見た時にはですね、絶対に賞に行きそうだなと思っていたんですよ。ところがよくよく見てみますと、下の花の方にピントがあって、でバックのですね、人物の方に社会振動としてはピントが届かなかったんだよね。もう少しいわゆるバックの人物の方にピンが来ていたならば、どっちかというと下の花の方がピントがなくても上の人物に会った方がブレッソンの写真を見ているようでとてもいい写真になったかな、うん、ブレッソンというのは世界の名手ですね。こういったようないわゆるその名画がいわゆる参考としてあるわけですから、そういったようなことをよく見ていくと、これは上を主題にした方がいい写真になったのかな。ところがいわゆる写真のやってる人は下の一点に入れてバックの方はあしらっていくっていうような考え方がどうしても上手い人ほどあるんだよね。そのために花から連想創造性の映像にして撮ってしまうっていう、こういうことがですね、主題をいわゆる弱めてしまった惜しい写真だなって感じですね。とてもいい写真でさ、もう前の8の写真とこの写真はもったいない写真ですね。はい、はい、とても正確にきちんと撮った写真ですね。親子というタイトルがついてるんですけど、どっちが親でどっちが子供かなかなか見分けつけにくい。で、写真全体から見た印象からいきますとね、ちょっともう少し濃く入れてもらうともっと良かったかなって、そんな感じがするんですよ。で、この動物なんですけども、いわゆる動物っていうのはいわゆるその得意なマスク、いわゆる顔をしてるっていうことということになると、相手方の価値そのものをこう映してしまうんですね。ですからその中からもう一つ何かをこう掴み出す、そういうシャッターチャンスが必要だったんじゃないかな、そんな気がするんですね。ちょっとそういう点から考えると、いわゆる平凡かなっていうような、そんな感じがしました、はい、とってもいい写真です。写真のいわゆる撮り方、表現意図、またいわゆる結果、そういうものを全てこの写真から見て撮ることができます。このようにですね、いわゆるそのモノクロ化、モノトーンなんですね。モノクロ化して撮ってる、これ色が少しついてるんですよね。この中に色がついてるんです。ですからモノクロに変換したもんではないと思うんですね。モノトーンでもって撮影してる。で、このようなんですね、いわゆる雰囲気をよくいわゆるその掴んだ写真としては秀逸だなと思ったんですよね。で、これはですね、個人的には私は好きな写真です。で、上位に行ってもいいかなと思ったんですけども、いわゆるそのもうこれはですね、3人で審査やりましたんで、はい、私は好きな写真ですね。褒めておきます。はい、はい、素晴らしい時間を切り取りましたね。このいわゆるその赤く染まったところがですね、とっても構成力があるんですね。構成するいわゆるフレーミングの価値なんですけども、こういったものをですね、床面のブルー発色したところと非常にマッチしていい写真に仕上がってます。ただ惜しいなと思うことは、富士山の頭がですね、ちょっと余裕がなさすぎる、うん、ですから富士山のちょっと沈めばよかったんですよ。もうちょっと沈めば、枠の中に富士山を額縁のように入れてもよかったんじゃないかな、そんな感じがしますね。でもさすがです。はい、はい、一緒に審査をやった審査員の先生の作品ですね。とてもいい写真です。これが一般応募であったならば上位、最上位でしょうね。何がいいかっていうと、この写真のですね、あらゆるいわゆる表現対象になっているものを、あらゆるいわゆる表現意図、それに基づいてしっかりと撮っていって、で、色がとっても綺麗です。
それからプリントがいわゆるその良かったってことは言えますね。で、プリントがいいっていうのは最終段階なんですよ。このプリントでいわゆるその優劣をつけておりますんでね、最終段階でミスっていわゆるそのマイナス面をいわゆる取ってしまうっていうことはやっぱもったいない。このようにせっかく取った素晴らしい自分の表現意図をですね、いわゆるその画像の中にこれだけ見事に映し出していただいたってことですね。さすがだと思います。はい。はい、とても綺麗な仕上がりですね。フレーミングも綺麗なんですけども、時間がいいんですよ、この写真。というのは、下の方にマゼンタ、赤みがこうちょっと入ってますね。上の方はブルー発色。この雪中のいわゆる関係がですね、とってもいい背景を作ってるんだよね。これがなかったら一つのトーンだけでもって出来上がっていたならば単調な写真になったろうってこと。で、鉄と鉱物と植物、この二つを取り合わせて撮った写真としてこれだけ綺麗に撮っていくともう見事ですね。はい。はい、とても丁寧に撮った写真ですね。写真全体から受ける印象なんですけどね、いわゆるバックスタイル、2人のいわゆるカップルがですね、何かこう少し沈み込みすぎてるかなって感じがします。くっつきすぎてるんですね。で、欲を言うならば左のいわゆる鼻ですね、ボケてる手前の鼻、これをなんとかもう少し処理すると完璧にいい写真だったような気がしますね。ただ仕上げはとても綺麗で、で見事ないわゆるその結果を出したと思います。はい、はい、ざっとですけども感じたままのことを申し上げました。で、いつも思うんですけどね、このわらびの視点というのはやはり私がいろんな視点をこう審査してやってまして、やはりレベル高いですね。だからこれだけのいわゆるまとまった写真が集まってくるっていうのはそんなには多くないです。で、やはりですね、市民対象、いわゆる市民の皆さんの中で写真の愛好者がみんな応募してきてると思うんですけども、この地区の中でもってこれだけのレベルを確保できるっていうのはとっても文化水準高いんじゃないかな、そんな感じがするんだよね。で、いわゆる上位の作品がとにかくいいと思ったからこれいただいたわけなんですけども、その他の写真でもって最後の方になってきたら、これも賞をあげたかった、これも賞をあげたかったという、そういうことまでね、本当にいわゆるもう何賞かあったらばこれもいわゆる大賞になったのっていうことをですね、つくづくと思いました。そのようにですね、とってもいわゆる地域性の中でもってこれだけのものをいわゆる応募できるっていうこの文化水準の高さってことを考えますとね、これからもいわゆるこの視点というものを通していわゆるそれもその中の文門5つの部門の中に入っている写真のいわゆるその水準もですね、高めていただけたらありがたいなと思いますね。ぜひこれからも一つご協力をいただきたいと思います。ありがとうございました。